麦ちゃん。皆さんこんにちは。こんにちは。今ですね、軽トラである場所に向かっております。はい。今時刻が11時なんですけど、ある場所というのが大分県に向かっております。で、その大分に行くっていうのが決まったのも1時間ぐらい前だよね。はい。はい、で、今日大分に行く用事っていうのが、2分割ボートですね。2馬力専用じゃないと思うんですけど、2分割ボートとあと2馬力とあとサイドフロートがセットになってかなり格安で出てたので、それを購入させていただいて、今日はその出品者の方が夕方は都合がいいということで、じゃあもう今日取りに行きますって言って、今から向かうところでございます。はい。今朝買って、もう今向かってるっていうね、はい、はい、いうことになります。思い立ったら即行動で、今持ってるカヤックもなんですけど、実はカヤックも福岡まで取りに行ってて、カヤックも1年前に買って、で、これから2人でもその船があるとできるよねっていうことで、もう本当に破格で出てたので買わせてもらいました。はい。はい、それではじゃあ今から大分の方に向かいたいと思います。レッツゴー。レッツゴー。宮崎自動車道です。高速入ります。電車がないので一般道。ここは県を取るだけだ。お取りください。はいよ。はい、宮古の城から乗ります。今から約3時間2分ですね、目的地まで。結構雨が強いね。そう、雨が強くなってきた。時刻は12時13分です。え、嘘。はい、でもこっちから見たことがあるんだ。今年はないです。私は知ってます。およそ600m 先に合流します。ガソリン181円なんです。そうですの。はい、お手洗いすごい綺麗でした。綺麗だったよね。うん。あ、待って温泉合ってる合ってる。はい、はい、あとじゃあ2時間ですね。うん、行きましょう。多分見えるぞ。見えるんだろうけどね。真っ白。はい、料金所です。はい、ご利用ありがとうございます。宮古の城から。はい。通行料金全然違った。10円でございます。あ、すいません。はい。2000円。はい。こちらに感じで。はい。ありがとうございます。はい、綺麗ですね。バズったよね、切るからね。ここだよね。うん、そう。900m 先、1200円。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今ですね、大分に着いて、私の趣味であるちょっと多肉屋さんに来て、今それを見終わったところなんですけど、これから、朝ご飯食べてから食べてないからね。はい。だから今も15時なんですけど、お昼ご飯を食べてから目的地、受け渡し場所にね、はい、向かおうかと思います。見えないよね。すごい。日がほら、見える？見えないですよね。すごいね。すごい。昼ご飯はホットモットにします。
ふうさんは徳盛り、うん、徳から。徳から、うん、はい。私が徳のり。おはし。いただきます。はい、ちょっと待って、はい、おー、すごい、入った、今入ったな、はい、入りました、もうあまり雑なことするかもしれない、はい、それではですね、うん、お家に着きました、はい、で、数時間、数十時間経ちました、はい、で、まあ、荷物の方がまだ積んだままですので、うん、一旦これを下ろして、うん、で、試験的にですね、もう一回ちょっと何だろう、分割ボートなので、うん、まあ、繋げてみて、うん、自分で組み立てて、うん、まあ、いろいろね見ていこうかなと思います。はい。で、はい、あと付属でもらったものもあるので、うん、ね、それもね、うん、もうかなりおまけで、はい、これも持っていきなさい、これも持っていきなさいっていろいろいただいて、はい、それも紹介していきたいと思います。うん、はい。はい、まず、全体的にはこんな感じですね。船体がですね、うん、ホープボートの、プカプカっていうやつで、うん、5倍力までだったかな、うん、マックスいけるやつですね、はい、定員が2人の、うん、見ての通り分割ボートになります。だから船舶免許さえ取れば5馬力の船外機を乗せれるっていうやつで、もともと最初は一番最初のオーナーさんが1000件受けて、うん、で何回か2回ぐらい受けたような感じですね。1000件証が一応ついてきましたので、うん、だからまあ僕が免許取れば今のこの船外機から新たに5馬力に変えれるよっていう、まあ安全線とか海上の天候が急変した時にすぐ帰ってこれるとかを考えると船外機は大きいに越したことはないと思うので、うん、まあ、将来的にはそこら辺も検討していきたいなと思います。はい、はい、でこちらが船外機になります。2馬力の船外機ですね、うん、で4サイクルのヤマハのもので、まあ、結構年季が入ってるらしいんですけど、もう割とまだ綺麗じゃないかなと思います、うん、で実際に受け渡すときにエンジンをかけてもらったんですけど、うん、まあ、聞いた感じね、そんな悪いような感じもなくて、うん、まあ、若干チョークをちょっと開き気味で走った方がいいよって言われたので、まあ、そこら辺はですね、調整がいるのかなっていう感じですね。まあ、定期メンテナンスなんかもかなりしてたみたいで、うん、でグリスアップとかもこっからしてねとかいろいろアドバイスをいただいてですね、はい、まあ、そこら辺もまた自分で勉強して、うん、出る前にはですね点検をして出ようかなと。あと周りにも船外機知ってる方結構いますので、うん、その人たちにいろいろ情報をもらって、まあ、事故のないように努めていこうかなと思います、うん、はい、でこちらが全体的に付属品です、はい、でもともとこれしか付いてない、いやこれと船と船外機だけかなと思ってたんですけど、うん、全部ついててで、ドリーもついてて、オールも1個しかなかったんですけど別の船から取ってくれて、うん、もう2個持って帰っていいよって言われてですね、はい、で、あとCアンカーですね、うん、で、バッテリー、はい、で、あとはこの、ま、マットと、うん、保管する時用のシート、うん、で、これは船の相中にかませて、うん、コロコロ引っ張れる、まあ、台車ですね、うん、手作りって言ってました。手作りの台車で、まあ、コンクリートのところ のスロープで船を下ろせるように作ったみたいです、うん、とかすごく助かるよね。これも一式ね、うん、これも一式
サイドフロート用 の、 あのポンプですね、うん、自作で作ったということで、あのバッテリーで駆動するようになっています、うん、でこれも実際に受け渡すときに膨らませてくれて、うん、まあ、あの大丈夫だよということで、うん、他ね、本当にすごく内容が良かったですね、うん、全部あの試しでやってくれました、うん、やってくれて、であとこれですね、これもあの手作りのジグで、うん、ドリーをあの手を濡らすことなく持ち上げるやつみたいです、うんうん、海の中にこう入れてから上でこうガチャってやれば、うん、あのドリーがプカーって上がってきて、うんうん、空気でさ、空気でちょっとこれあの空気なんで、うん、上がってきてそのまま上にガチャってできるっていう、うん、これもいただきました。ほんと大概手作りでいろいろ考えながらしてて、うん、すごかったよね、勉強になりました、うん、すごく。はい、であと、これがですねサイドフロート用 の、 あのベルトで、あのこれもおまけでもらった、これなんて言ったかな、あ、これあれだ、あの何け先見用 の、 あの法定備品、まあ、先見を受けて、あの、まあ、車検みたいなのを受けて、車検を受けた場合はもうこれは絶対積んどきなさいよって言ったやつの備品だ、うん、でこれはシーアンカー、これも火薬用で買わないとって思ってたやつだったんですけど、これもほとんど使ってないですね、いただきました。でこれは赤バケツってやつだね、多分風の時用の、うん、あと笛とか、まあ、いろいろ入ってます。じゃあつなげましょうか。で下の溝を最初はめて、ここに上から落とす感じで、若干上を持ち上げて、うん、まだね、こういうなんか鉄の棒でこの穴をこうある程度合わせてあげないといけない。そう、うん、こういうことかな。ちゃんと自分でね、うん、綺麗にはまるように作った、うん、これがここに入るらしい、スライドして、あ、あ、来た来た、うん、これで下もリクライニングするっていう、ね、うん、優れもの。ちょっと乗ってみようか、感じか。ああ、まあまあいいかも、やりやすいかもね。くるっと回って逆方向に。うんうん。あ、スムーズ。これめっちゃいいコンディション。いいね。ここでこう釣りできるですね。うん、これがちょっと重たいんですけどね。うん。先手上げた方がいいな。いや、多分大丈夫だと思う。これが海の中でこう上がって、これがこう下がればロックが取れて、うん、このままここで固定されるっていう。ああ、そうなんだね。そうそう。こんだけでいいと思う。うん、そうそう。で、これを押し込んで、あ、ここだね。はい。あ、だからあれが片方と気が付いてたんだ。さっきのこれ何するのかなと思った。ここにこう、ほら、これをロックを解除するやつ。ああ。ね。これだから全部できるんだよ。うん、そうだね。すごいね。すごいわ。ここがほら、ここがこうやって海の中で
こう浮いてんじゃん、うん、さあもうこれをパツンって掛ければこれがパカって浮いてくるっていう、うんうんうん、次はこのサイドフロート膨らませてみようと思います、うん、え、このまま、このまましなかった、あ、このままこのまましてたよ、あ、ここも、うん、バツって、そこに、うん、はい、で、今バッテリーにつなげました。で、これをこういうふうにロックして、うん、これは楽ちん、うん、いいね、ここ通したっけ、ここだよね、3本ずつ、うん、はい、次は船外機、はい、試しにエンジンをかけてみます、はい、じゃあいいですか、いいよ、それでは吸気のコク、よし、ここからは燃料入れます、うん、でここを開けないとエンジンが中に、いや、燃料が中に行かないから進まないみたいですね、でこれを開けて、でそれでこっちの燃料のバルブを開けます、燃料を送ります、でこれでチョークを引いてスタートになります、はい、ここを合わせて、いいですか、いいよ、はい、これですね、あの十数年前に僕が本気で船舶免許を取ろうと思ってた時にですね、あの購入して揃えたものなんですけど、あの、まあ、このミニボートに乗るにあたって海でのですね、交通ルールですね、あの他人に他の人に迷惑をかけないようにもう一回、これがまあ教本で、これがまああの小型船舶を安全に操縦するためにっていう実技の本になるんですけど、まあ、こういったものでもう一回今一度勉強して、それからですねマリンスポーツを楽しもうかなと、マリンレジャーですね、楽しもうかなと思います、はい、それではですね、こちらが、まあ、あの購入したものなんですけど、まあ、これから、まあ、2人で、まあ、よく、ね、海に出ると思うんですけど、はい、まあ、本当に安全には気をつけて、うん、まあ、安全第一でですね、はい、迷惑をかけないようにしたいと思います、はい、まあ、でもいい買い物すごいできました、うん、ね、すごい綺麗だったね、うん、で、最初に言いましたけど、あの今日決めて今日買ったっていうのは、まあ、以前から見てはいたんですよ、うんうん、ずっと見てて、ですごいいいのが出たっていうので買ってるので、うん、はい、検討はしてました、はい、はい、ということでですね、はい、今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします、お願いします、それではまた次の動画でお会いしましょう、バイバーイ、面白いですね、thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things. We just had one of those things. Ooh. I guess I've had some things to